前回のカズクラ、なんかおかしいなワールドが。そう、なんかワールドが変更されているのだ。ゲートに入ってみると、なんだこれ、謎の異世界に。そうするとセブンさん、ワオンさんが出現。一緒に謎のボスと戦うことになったんだ。3人が協力すると、なんとも。苦戦しながらクリアすることができた。さて今日は復興します。なんだか今日寒いと思って、君チャンネル登録よろしくな。雪が降ってる。というわけでどうもこんばんは、カズクラでーす。坂井さんだ。だというわけで本日のマインクラフトやっていきましょう。やっていこう。そして今日福井はめちゃめちゃ雪が積もっております。寒い。寒すぎるのは嫌だ。ただ寒いと思ってしまったらチャンネル登録待ってるよ。全然関係ないけどよろしくな。ほとんどだな、南国以外ほとんど登録してくれるかもわからん。今回は本当だな、大寒波来てるみたいだね。うん、ありがとな。ありがとね。そして風邪ひかんよう気をつけろ。風邪ひくなよ。つうわけで今日はここだ、村作り。今日は建築だな。さあ、つうわけで、あんなところにまた襲撃者が。またかよ。うわ、やだー。いっぱいいるじゃん。やだもう。めねえねえ、最近野蛮じゃないこれ。野蛮だわ。いや、力でどうこうっていうのはどうかと思う、本当に。本当にどうかと思うわ。飛び道具やめて。見てもう、これ。カズカ、もうヤガボもいいところよ、これ。かわいそうに。乗ったし。ナイス。ホットケーキはこんなやつ。ホットケーキ。さあ、つうわけで、今日、村を作っていこうと思っている。で、何も臆することはない。好きなように作っていけばいいだけだ、これは。だいぶ自由だな。臆するべからず。そうだ。ほんで、今、オークとかいろいろ持ってきてはいるんだけど、オークだけでいいのかな。そうだな。ダークオークとかどうだ？ちょっとこっち来てくれ。オッケー。ここ綺麗になってる。確かに綺麗になってないか、これ。なんだこれ。じゃ、確かに気づかないぐらい、なんかナチュラルに綺麗になってる。ナチュラルになってんだけど、ほら見てくれ。これさえあれば、カラバリが作れるってやつだ。最高じゃん。で、今回は村を作っていくわけなんだけど、坂井サンダーも作っていくということで、もう完全オリジナルの坂井サンダーの家が出来上がるってことだ。村人の家がやべえだろ。めっちゃやばい。ただ一個言っておく、本気で作らなくていい。マジか。本気で作らなくていいよ。ついにうちの建築技術を見せる時が来たようだな。ついに我々の技術を見せつける時がやってきたのかもわかんないな、これは。本当にこれでほら、色地のやつがほら使えるからさ。カラバリ豊富だとおしゃれだね。いやー、ナイスです、ナイスでーす。ナイス。さあ、こんなとこでいいですかの。またちょっと植えときますか、ここに。後で使うかもわからないから。こう4本刺しとくとでっかいのが立つっていう。ほいほい。オーケー。大きく育ちますように。よし、うんなら早速村作り行ってみよう。頑張ろう。ほんで今回もうあらかじめ作っといた。ほら見てくれ、土台だな。4×4 の土台的なもんがね、そこら中にちょこちょことあるから、それを軸に作っていけばいいんだ。これは L 型にしようかな、なんかちょっと思っちゃったり。いいね、素敵じゃん。凝らないバージョンの家作り、行ってみましょうか。やっていこう。いてー。ごめんごめん。しかも会心の一撃出た、今星出た星。わざとじゃないんだ。すまんすまん。まさか会心の一撃が出るとはな。本当に申し訳ないと思ってる。よし、というわけでもう材料はもうここにね、ごちゃごちゃとあるから、もういろいろ好きに使ってやってくれ。ラジャー。そんなら言っとくぞ。どうした？凝らないぞ。凝らないよ。凝らないぞ、オラは。見てくれ、坂井さんだ。どうした、家族ら。ほら、伝統的な。最初に作ってくれた家もそうだったよな。そう、やだろ、もう古民家がいっぱいある中にいきなり新築みたいなさ、町のなんか雰囲気がある中、いきなり最新鋭の家できたらなんかやだろ。むしろハードル高くなってないか。昔からある村に、このマイクラの初期でできるような家で十分だ。了解。ただここ最近技術上がってきてるからマジ気をつけろ。了解。うん。さあ、というわけで作っていくわけだが、まずは柱を立てると結構ねやりやすいからね、サンダーさん。分かった、柱が大事ね。柱が基本なんだこれ。実は柱があるだけで全然違うから。高さは適当でいいのか。もう高さは適当で、柱さえ立てればもうできたようなもんだから。これ柱への熱い信頼。ほん
と信じられないかもわからんけど、できたようなもんなんだわ。にわかには信じがたいけど、柱が全てと言われてるから。できたもう、早い。うわー、坂井さんでもできてる、できてる。うちも頑張ってるよ。え、ガラスなんか素材も持ってんのか。ボックスに入れておいたよ。ガラスという素材が。ガラスはここだよ。なんということだ。ただ裏、湧き潰しとか何にもやってないんだけどな、実は。わー、すごくおしゃれ。そこが凝ってないんだよ。家族ら裏切りだぞ。なんだ、来らないよ。うん、来らない。坂井さんだってなんか入り口のとこ可愛くしてあるじゃない、これ。これうちの可愛さが建築にまでにじみ出ちゃったかな。可愛くなっちゃってるじゃないか、これ。待って待って待って、これ見て、ちょっと坂井さん、台風対応みたいな。雨戸みたいな。イメージはお菓子の家のあれだ。あー、いいな、可愛いじゃん、これ。なかなかいいだろ。もうこれ村人呼べるな。呼べるね。これ今ベッドをとりあえずこっち置いてみないか、一旦。そうしよう。一旦ここの家、ま、真っ暗だけど今この家ゾンビしか湧く気がしてんわ、これ。ちょっと今どこに置いても、一旦ちょっと照明としてこれ置いておいて。 OK、 ほんな一旦すやすや。うわー、よく寝た。みんなおはさんだ。イエーイ。テンションが低い。イエーイ、行くぜ。低いってば、行くぜ。まだまだ行きます。よーし、内装なんかもちょっと作っちゃった。それは素敵だね。いいね。坂井さんのお隣も今ちょっとこっち作っていくよ、これ。よろしくお願いします。わー、これいいね。松の木よ、これ。なんか杉の木か。逃避だな。ね、さっき育てたやつ、いいね、それ柱に使うの。なんかキリッと締まるよね。ね、キリッとしていいな。俺も使おうかな。使おう使おう。お隣さんはそれでいこう。ほんなら、なんかあるのかい、なんかタイトル的なもんは。もしかして。おらないだ。え？いや、テーマなんて考えてなかったよ。そういうの考えると、確かに作るのが楽しくなるな。何にしようかな。あのか、タイトル。森の熊の家とかにするか。森の熊の家。おー、なんか想像力が一気になんか書き立てられたような気がする、これ。想像力豊か。森の熊要素を作らないとダメになるぞ、もうそれすると。あわわわ、一旦取り下げよう。大丈夫だ。政治家も発言したことを取り下げてるから、よく。そうだな。一旦聞かなかったことに。ちょ、ごめん、さっきのやっぱなしみたいな。頑張りすぎてないだろうな。頑張りすぎてないよ。どんな風に作るか迷っちゃって。よええよ、こんなの。完成いたしました。ナイス。完成いたしました。素晴らしい。その家、間違いなく村の長が住んでるわ。完全に出来上がりましたね、これ。お、いいじゃん。めっちゃいい。あれ、これ俺たち建築税として生きていくか。ちょっとこれ最近転職が多いな。学建築税に怒られる気がする。建築税として生きていこうか、これ。そうしようか。そうするか。建築税で食ってか。これは決まった。俺たち建築税だ、これ。建築税として生きていこう。よし、ほんならあとはここをちょっと湧き潰しをちょろちょろっとしていただいて、ほんでここに適当な広場を作ればもうそんでいいんだろ、これ。広場作りいいね。ここだよな、多分広場。そうだね、地的にここだよな。金があると広場っぽいよな。金パクってきてくれるか。ちょっくらパクってくるね。この前カズクラがパクったから、この辺りにはもう金はなさそうだな。ごめん、カズクラ金なかった。先にライトで湧き潰ししようか。よし、なら埋めるとするか。オッケー。すごいよ、上から見てもちゃんと村だ。しかもかなり立派な村。
いいとこの村だろこれ、ちゃんと完全にいいとこの村、ちゃんといいとこの村なんだってこれ、実は富豪の村。おお、ちょっと噴水を作るにはちょっと狭い、狭いな本当に、だいぶこじんまりしてる。よーし、うんならギリギリの噴水を今作っていこうと思う。ちゃんと流れてる、完璧な噴水だ。そうだ、これギリギリの噴水だ、これがこの村ギリギリサイズの。かわいいな、こんでいいか。いいと思います。せめてこの下だけでも夜ちょっとなんか、それいいね、明かりが見えるようにせめてここだけ明かりを入れておくんだ。よーし、よくなった。そんな堺サンダーは今からなんかいろいろだ、出た、ざっくり指示、湧きつぶししようかな。うん、なんかいろいろ頼む。んで俺も今なんかいろいろここら辺をやっとくから。わかった、いろいろね、任せてくれ。ラジャー、いい村だぞこれは。いい村だ、もしかすると。なんとこうしてあげるだけでなんかいい雰囲気に、なんかいい雰囲気、なんかいい雰囲気になっただろ。落ちちゃった、消えた一瞬で。おいおいいい加減上がってきてくれ失礼しました、ついつい遊んじゃった、贅沢使いしちゃった。大丈夫だ、マグさんにいっぱいもらったから。マグ兄さんに感謝だな、ありがとうマグ兄さん。このワールドで活動できるうちにしっかり使っていかないとな。残したらもったいないからな、逆に。いやー、これであとはもう村人を呼ぶだけの作業になってしまうかもわからんな。村人さんたち元気してるかな。堺さんだ、報告がある。どうしたんだ。実はそれについて、村人をどっか行ったんだ。なんだって。一回来てくれるか。旅に出たのかな。原因はわからないけど、多分突然の変化にびっくりしたんだろう。なんとこの屋上にいる一人だけだ。嘘だろ。いや、俺も嘘だろと思ったよ。お前は生き延びていたというのか。そうだ、すごいな。ただ村人ゾンビが発見され、お治療というものを行った。なんだって、裏蔵でやってくれたのか。そうだよ、仕事人。あ、ちなみにこのゴーレム怪我してるよな、多分キビ入ってるよな。ボロボロだ。全力で戦ってくれたんだこのゴーレムが。ありがとう、ゴーレムさん頑張ったね。でこっちだ。おお、復活されし村人が。よくぞ生き残った。やっぱ湧きつぶしが甘かったんだと思うんだ前は。どうやらそのようだな。では今から繁殖の王と恐れられているこの村人を。カズクラじゃなくて村人が恐れられてるのか。そうだ、繁殖の神と。パンが必要だな。そうだな、パンはいるな。パン持ってきてくれるか。オッケー。では今から繁殖の王を解放する。了解。解放した、星マークが出たぞ。この村気に入ってくれたようだ。それはよかった。よし、ではこの屋上にずっといた村人を呼んでくる。了解。お、すごい、もうコラボしてるぜ。なんだと。では例のを与えてやってくれ。パンを食べ、うちも例のあれを。はい、どうぞ。取った。誰もいないとこで配ってた。それはダメだよ、そこはダメだよ。ほら、焼きたてパンを食べこいつはパンパンに持ってんだな、多分。なんかそういうことか。パンパンに持ってんだわこれ。ちょっと村ちょっと綺麗にしてまた戻ってこよう。うわ、もう村だわこれ。これとってもいい村だよ。これ村だわもう。よし、一回寝よう。あー、よく寝たー。朝日がさんだ。いや、いいねー。つうわけで完成でございますね、これは。やったぜ、できたできた。うんなら、ここもできたし、繁殖の王がいらっしゃる先ほどの村にもちょっと行ってみよう、これ。オッケー。トデイ。うわ、もう早起き。朝からイチャイチャしてる。わ、未来は明るいですな。未来は明るい。はーい、というわけで、今日はこんなところ。うわ、生まれ落ちたわ、早速生命が。おめでとう。生まれ落ちましたな。
無事生まれましたな。ちょっとあっちまで距離が遠いから、まあなんとかなんかうまいことをやってあげんとあかんかもわからんけどな。これなんとかして考えてきますわ。これはまあでもバッチリだな、これで。うんうん、本当だね。多分湧きつぶしもしたし、また村はこれで発展を遂げることになるでしょう。間違いない。マジでいい村できたと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでまたお会いいたしましょう。じゃあのー、バイビー。